詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。世間は夏休みみたいですね。もう僕は今絶賛夏バテ中です。今日はどうやらですね、私の住んでいるところは39度になるらしいですね。これからそう2時間ぐらいの見学説明会を会社でやらないといけないんで、もう今から戦々恐々としております。私の娘とはですね、この休み中、まあ家族3人でですね、金曜の夜と、土曜の夜にそう祭りが連続であったんでですね、バーバの作ってもらったあれを着て、反転じゃない、ジンベエを着てですね、そう、三人で夏祭りをやって行ってきました。あとは僕もそう、土曜日にですね、もう2年ぶりぐらいかな、ちゃんと詩吟の稽古に、そう、子供を育て中はちょっとお休みしてたんですけど、2年ぶりぐらいに再開しました。で、もう結構人に教えられるようになってきたから、僕もそれなりに上手くなったかなと思ったんですけれども、いや、本当にまだまだですね、いや、もう、交通費とか含めると、一回僕1万円ぐらい、その詩吟の教室に関わってるような気しなくもないんですけれども、いや、まあ、やっぱり本当に、改めて、学ぶ価値、時間をかける価値、やっぱ投資にもなるし、いや、本当に自分の人生にも投資になるし、発信活動にもですね、いいネタ探しにもなるし、ということで、今改めてちょっと身を引き締めているところです。ということでですね、今日は早速、もう自分が行ってきた稽古の中から学んできたことをですね、皆さんにも共有したいと思って、こういうテーマでお話ししたいと思います。テーマとしてはですね、技巧に溺れていた話ということで、話していきます。技巧、つまり詩吟の技ですね、もう、スキルというか、もう、小手先のそういう技に溺れてしまっていたなぁというのをしみじみ感じました。これはそうですね、何をやっていたかというと、まあ久しぶりの吟だったんですね。僕の大好きな、勝海舟の宮観を吟じていました。で、こんな感じで吟じていたんですよ。こほー壁輪にと、こんな感じでいつも通りですね、吟じていたんですけれども、もう早々にですね、ストップがかかりました。で、何を言われたかというとですね、その揺らすのをやめなさいと言われましたね。僕も、よくこの YouTube 新教室などですね、このまっすぐ伸ばすところとビブラートをかけるところをですね、ちゃんとオンオフをメリハリをつけましょうと言ってました。人に言っていたんですけれども、僕もですね、本当にまだまだだったなというのを改めて気づかされた次第です。これは本質的に何を言いたいかというとですね、詩吟は、やはり、その詩に込められている、感情なり、もう作者の伝えたいことなり、あとは吟じている自分自身が伝えたいものもいいと思うんですけれども、そういうのを、伝えるためなんですね。伝えるために吟じるんですよ。で、それがですね、なんというかな、この揺らしを、入れると、しゃくりとかですね、ビブラートをかけすぎるとですね、その伝えたいものがどん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 薄れて行ってしまうという話なんですよね。全く全てがダメだというわけではないんで、ですけれども、やはり多少強調したいとか、多少聞いてほしいからとか、気にかけてほしいから、そういうところでですね、例えばしゃくりを入れたり、えぐったり、ビブラートを入れたり、そういうような表現をするわけなんですよ。で、それが至るところにあるとですね、この人はこの銀の何を伝えたいのかなとか、この古法という詩文のところでですね、この人はどういう風なこの古法を伝えたいんだろうっていうのが、わからなくなっていくというふうに言われたんですね。で、
この場合は孤峰というのは、まあ、ただ一つの、峰という、孤独な、孤立している峰というふうに書くんですけれども、まあ、ある意味一番シンプルで美しい形なんですよね。それをビブラートをかければかけるほどですね、なんか山が実はいっぱいあるような、そんな感じに、なってしまうんですよ。なので、僕が直されたのはですね、まあ、後方、その最後の、まあ、音が変化あるところ、ちょびっとだけと、一番最後に揺らして止める。この2箇所だけでいいというふうに、言われました。なので、こんな感じですね。後方、こんな感じなんですよ。まあ、これは、銀を始めたばかりの人が、これをやるべきかというとですね、うん、やはりこれは中級者向けとか、まあ、自分が上級者と言えるかわかんないですけど、上級者向けとか、そういう話にはなります。で、ここに行くまでにはですね、やはり発声とか、その基礎的なところでしっかりと声をですね、押し出したり、力強く出したりとか、そういうのが、できてからの話にはなってくるんですけれども、ついついですね、このビブラートとかやっぱりやりたくなるんですよね。しゃくりとかも本当、入れたくなります。入れたくなるんだけれども、これに本当に無意識的にだいぶなんか溺れていたなというのを、感じました。あ、これ当たり前のようにやっていたけれども、これもダメなのか、これもダメなのかというので、僕の中でどうだろう、ビブラートをかける場所が今なんか6割ぐらいカットされたような、そんな気分になってます。ちょっと今日は鼻詰まってるんですいませんね。なので、まあ本当に今日は、なんというかな、まあ技に溺れていた、技巧に溺れていた話ではあるんですけれども、詩吟というものは、その伝えたいという気持ちを、もっと鋭くすればするほどですね、銀は引き算でやっていかないといけないんだなということを学びました。ちゃんと節調には全て意味があるんですね。なぜここで音を下げるのかとか、ここで揺らして止めるのかとか、ここで伸ばすのかとか、そういうところが、全部意味があって、聞かせたいと、ここを聞かせたいからこういう表現をするみたいな、そういうところをですね、少しでも解像度を高めていくことが、この吟道を進んでいくことになるのだと僕は思います。まあ学びましたという話ですね。もう本当になんか自分のことを棚に上げまくっていた感じではあるんですが、これはもう皆さんにも少しでも参考になりましたならば幸いです。じゃあ後半に行く前に一つご連絡ですね。この私の電子書籍、詩吟の教科書初心者編というものがあります。詩吟を始められたばかりの方であればですね、ぜひぜひ読んでいただければ、僕が20年以上この悩んできて、紆余曲折してしまった、遠回りしてしまった内容がですね、まあそれをシンプルに綺麗にまとめてあります。まあ、綺麗にまとめてると言いながらですね、多分それなりのボリュームがあるはずなんですよ。なので、特にこの骨組みのところはどういうふうに気をつけたら良いのか、コツは何なのかと、あとは大会ではどういうふうに振る舞ったら良いのか、どういう心構えで言ったらいいのかとかですね、そういうところも、本質的なところ、基礎的なところから実践まで幅広く書いております。電子書籍で Amazon で詩吟の教科書で調べてもももらっても良いですし、この YouTube の動画の概要欄からでも、リンク貼ってあります。で、あとは、これを7月12日、最近ですね、から耳で聞けるようにも、このサービスを始めました。Amazon の Audible というサービスになります。で、これ月額1500円かかる結構なやつなんですけれども、今、7月22日の59分だ、今日僕夜までにこれ配信できたらギリギリだと思うんですけれども、この今日中にこの参加したらですね、3ヶ月間無料になります。通常キャンペーンでもそう、1ヶ月から2ヶ月しか無料ならないんで、本当にお得になります。で、その中で無料で入ったら、この私の詩吟の教科書も、本で買っても1200円ぐらいしますし、オーデブルで買ってもどれくらいかな、1500円くらいするはずなんですけど、それが全部無料で聞けると。3ヶ月間ですね。無料で聞くことができるので、ぜひぜひ、このキーを使ってもらえばと思います。あと結構、これやめる場合もですね、シンプルにやめられますんで、なんかすごい電話しないといけないとか、そういうめんどくさいことも全然ないんでですね、ぜひぜひ今日までに、活用していただければ、普通におすすめです。最新の本などもいっぱいあるんで、僕もよく使っております。今日までですね。ではでは、最後あと今日一つ吟じていきます。これ今日僕が受け取っているちょっと冊子から一つご紹介したいんで、教科書には多分ないと思うんですけれども、あれですね、1万円の
新1万円の人ですね、渋沢栄一本人が作った詩文をご紹介したいと思います。この時の画号はですね、渋沢千円、青いに淵と書いて渋沢千円になります。で、タイトルは偶星ですね、よくあるやつですね。ではまず詩文から読んでいきます。春夏落ち着くせばたちまち終走、一瞬にして長期石用に変ず、徳をやめよ世間人事の激しきよ、漢字来たれば造物もまた多忙。ではどういった内容かですね。春の花が散ってしまうともうすぐ秋になってしまう。また朝日が一瞬にして夕日に変わるように、社会の事柄は変動の激しいものである。ずっと眺めてきてみると天地の万物すべて忙しく変動している。これ渋沢栄一の、70歳の時に、作った詩文に、なっております。そう、本当にどんな人も漢詩作ってるんですね、この時代の頃は。そして、あれですよ、造物もまた多忙、もうみんな忙しいそうです。100年前もですね、もう勘弁してくれって感じなんですけどなんかある意味この現代感も、あるしという感じですね、今まさにトレンドですから、こちらを、引き算の銀でですね、できるだけビブラートも抑えつつちょっと頑張ってみようかなと思います。止められなかったら申し訳ないんですけど、それで銀じていきたいと思います。偶星渋沢千円、春夏落ち着くせば たちまち終走、一瞬にして儀式を漢字来たれば造物もまた生々しいですねなんか月曜日から多忙とかって言って吟じて終わりたくないなっていうのをちょっと思いました。詩吟はですね、なんか中国の大自然とかですね、日本の偉人のなんかいろいろとかですね、なんか心を落ち着けるために吟じたいなというのを、ちょっと感じましたが、いやーでもこれもリアルなんだなというのを、しみじみ感じた次第ですでは今日はこんな感じですね。本当に暑くなるので、体調気をつけてください。次明日は、通常の明日は、限定公開アドバイスになります。なので YouTube 詩吟教室に入っている方は基本この平日毎日、僕が体調崩さなければ毎日配信が聞けるので、もしこちらも参考、聞いてみたいというか、あとは自分の吟にアドバイスしてほしいという方はですね、
ぜひぜひ、この動画の概要欄に第214回と第216回を見てもらえればですね、詳細がわかると思いますんで、多分それ以外に情報をろくに僕流しないんですけれども、214回と216回を、気になる方は見てみてください。あとは、このオーディオブックもですね、7月22日本日23時59分までしかこの3ヶ月無料やってないんで、ぜひそちらも概要欄から見てみてください。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。